ジョージア国内オリンピック委員会は南コーカサスにあるジョージアの国内オリンピック委員会。1989年に設立され、1993年に国際オリンピック委員会に加盟した。本部は首都の飛びり市に置かれている。国際オリンピック委員会、ヨーロッパオリンピック委員会、その他の国際的なスポーツ団体組織に加盟している。 ジョージアのスポーツ界を発展させるための活動を行っている。日本では2015年4月に政府が外名を変更したことを受けて日本オリンピック委員会や大半の報道機関が本委員会の故障をグルジア国内オリンピック委員会からジョージア国内オリンピック委員会に変更しているが国際オリンピック委員会に国名の変更が届け出られたわけではない。IOC において 本委員会の国名は加盟当初から現在まで一貫して IOC 公用語のフランス語ではジョージ、英語ではジョージアである。ソビエト連邦では1980年代後半から民主化が進められたが、この流れはスポーツの世界にも影響を与えた。1988年ソウルオリンピックの同年、ラトビア、リトアニア、エストニアはそれぞれ独立の 国内オリンピック委員会を設置すると発表した。1989年10月6日、当時のグルジアソビエット社会主義共和国のオリンピック準備委員会は、トビリ市のチェス会館で会合を行い、グルジア国内オリンピック委員会の発足を発表した。この会議に出席した377名の代表者は、全会一致で国内オリンピック委員会の組織体制及び、 検証作成の決議を指示した。そしてグルジア国内オリンピック委員会は自身の目的についてオリンピック検証に基づき国内でのオリンピックムーブメントとスポーツの発展、進行、保護を促進することであると述べた。加えて国内オリンピック委員会を創設したもう一つの目的としてオリンピックその他の国際大会に 独立国として代表選手を輩出することを掲げた。初代会長には国際的な有名なチェス騎士であるノナガ・ブリンダ・シビリが選出された。副会長にはビクトル・サネーエフ、テンギズガ・チェチラゼ、パータ・ナツブリ・シビリが、事務局長にはダビド・キンツラ・シビリが就任した。ソビエト連邦オリンピック委員会がいくつかの独立したオリンピック委員会に分裂していく、潮流は ソビエト連邦のスポーツ界の一体性を脅かすものであった。ソビエト連邦構成共和国はそれぞれ独自のオリンピック委員会を設立し、やがて過半数を占めるようになった。ロシア連邦もまたロシアオリンピック委員会を発足させた。ロシアオリンピック委員会はモスクワのホテルスポルトで設立会議を行い、初代会長に飛べ込み競技の元王者。 グラジーミル・バシンを据えた。ロシアオリンピック委員会の目的は国家の団結を維持してオリンピックムーブメントを推進し分裂や人材の流出を防ぐことであった。1991年のジョージア独立とソビエト連邦の崩壊を経てロシアオリンピック委員会は1992年バルセロナオリンピックに向け国際オリンピック委員会への加盟が間に合っていないジョージア 旧ソビエト連邦諸国の選手を集め、統一チームを組織した。オリンピック直前の1992年3月9日、国際オリンピック委員会は、ジョージア国内オリンピック委員会に対して、オリンピックのジョージア選手団のオリンピック予選参加を条件付きで認めた。そして1993年9月23日、モナコで開催された第99次 IOC 総会において、 ジョージア国内オリンピック委員会は、ジョージア国内におけるオリンピックムーブメント推進の正式な代表組織であると承認された。また同年、ヨーロッパオリンピック委員会もジョージア国内オリンピック委員会を加盟組織として承認した。ジョージア国内オリンピック委員会は、各国のオリンピック委員会と2国間の協力協定を順次締結していった。加えて、 国内12地域組織、ジョージアオリンピックアカデミー、ジョージアオリンピアンズ協会、オリンピック博物館について、統括範囲に置いた。バドリ・パタルカツ・シュビリ1996年、ジョージア国内オリンピック委員会では、国会副議長を務めたスポーツ庁交換ヤンスク、バグラティオニが会長に就いた。彼は2004年に、健康上の理由により辞任した。 ジョージア国内オリンピック委員会は公認の選挙を行い、新会長候補4人の中から、ジョージア出身のロシア人実業家として知名度が高かったバドリー・パタルカツシュビリを選任した。その当時、ロシア司法当局は彼について詐欺容疑で捜査していると発表していた。パタルカツシュビリは、ジョージアに帰国し、2002年にジョージアの市民権を獲得した。 パタルカツシュビリの立候補に関しては、ミヘール・サー・アカシュビリ大統領やズラブ・ジワニア首相らが積極的な支持を示した。各メディアの報道によると、パタルカツシュビリは2002年に、ジョージアへ帰国後、サッカーチームやバスケットボールチームを抱える総合スポーツクラブ、ディナモトビリシを購入し、同クラブを倒産の危機から救った。2002年、彼は約500万ドルを拠出して、 オリンピックジョージア財団を設立した。さらにパタルカチシュビリは、アテネオリンピックに出場する33選手全員のトレーニング費用の大部分を出資した。そして大会後、金メダルを獲得した重量を上げのギオルギアサニゼと、柔道 90kg 級のズラブズビアダウリに対して25万ドルを報奨金として渡した。選挙直前、 パタルカツシュビリと争う3候補は立候補の取り留めを表明した。彼らはこの選出方法には不満があるとの意思を示した。パタルカツシュビリは対立候補の撤退についてこの選挙は民主的であると述べた。そして2004年12月17日、会長選挙が実施され唯一の立候補者であるパタルカツシュビリが勝利した。2006年春、 パタルカツシュビリは、ジョージア当局に対して公然と批判を行った。国民の政治的権利が侵害されており、企業に対して不当な圧力がかけられていることを求断した。与党、統一国民運動の代表はこれに対して、パタルカツシュビリを野党の影のリーダーと揶揄し、パタルカツシュビリの資金は犯罪行為によって得られたものであると非難した。そしてパタルカツシュビリは、 まもなく、ロンドンへと移動した。2007年3月初旬、パタルカチッシュビリは、ジョージアで政治活動やビジネス活動を行うつもりはないと、述べた。同年9月、パタルカチッシュビリは、別件で、元国防省、イラクリー・オクルアシュビリが失脚した件に言及し、ミヘール・サーカシュビリ大統領を非難した。後にオクルアシュビリの証言には、証拠性がないことが認められたが、 ジョージアの一部議員からは、ジョージア国内オリンピック委員会の会長職からは、商業性が排除されるべきとの声が上がった。これは、パタルカチシュビリに対する牽制であると考えられた。ジョージア国内オリンピック委員会のカヤンゲツ全員は、会議において、現在のジョージア国内オリンピック委員会は、会長とその周囲にいる人物らを信用できないと述べた。その理由として、彼は、 政治的要素を多く持っており、スポーツ分野に注力することができていないと説明した。2007年10月9日、ジョージア国内オリンピック委員会の2007年度、執行委員会は緊急会議を召集し、委員会規則の改定可能性を議論した。会議の結果、ジョージア国内オリンピック委員会は、バタルカツシュビリについて、会長職を暫定的に停止すると発表した。加えて、 彼の職務に関しては副会長、ギオルギトパゼが引き継ぐことになった。会長職の最終的な処遇決定については、10月29日のジョージア国内オリンピック委員会臨時会議にて決定することになった。翌日、ジョージア国内オリンピック委員会の法廷代理人、イメダ・フツシュビリは、不当な会議が開催されたと発表した。投票プロセスに関して不適切な部分があったためで、 ある。彼によると、会議出席者38名の、内輪をタースポーツ連盟会長ギオールギウデシアニラ19名は、同年5月の執行委員会にて、退任済みであり、投票権を有していない状態であった。執行委員会において、決定に反対した唯一の委員の名がブリンダ・シビリは、大臣やスポーツ省の幹部らが、執行委員会に圧力を加えてきたと述べた。 またレリ・ハベロフ副会長は、この決定は圧力によって行われた。執行委員会の委員、事務局長や副会長代行らは、会議の事実すら知らなかったと主張した。レリ・ハベロフ副会長は1992年、バルセロナオリンピックにおいて、レスリング男子フリースタイル 100kg 級で、金メダルを獲得。また、世界選手権において5度の優勝を飾った。 レリ・ハベロフ副会長は2008年、ジョージア大統領選挙に立候補したバードリ、パタルカツシュビリの指示に回った。これにより、当局との新たな圧力を抱え始めた。その後2008年、ハベロフは南オセチア紛争について、非難を行った。そしてまもなく彼は、ジョージアからウラジカフカスへと移動した。ジョージア国内オリンピック委員会は2008年10月31日。 元カフェティ州知事、ギオールギナツブリシュビリを会長に選出した。2012年、ジョージア国会議員選挙において、レリ・ハベロフが、ジョージアの夢から当選した。同年12月20日、ジョージア国内オリンピック委員会は、ハベロフを新会長に選出した。ありがとうございます。